はい、どうもこんにちは、ヒカです。テイルズ・オブ・ゼスリアですね。やっていきたいと思います。ちょっと待ってください、ね、時間計ります。まあもう30分ぐらいでいいですかね、1本ね。いきますか。考え中。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。マジで？ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。何やそれ。そうかい？じゃあ、支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺の出させてくれ。本当？ありがとう。じゃあちょっと行ってくる。じゃあな。出ます。出まーす。で、次ですけども、街見回る感じなんで、まあ、できれば装備品買いたいな。イベント発生。ライラちゃん可愛いな。まだ早朝だからか。まあ、これイケメン美形しか出てこんからな、このゲーム。どうしたのか。なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって。まさかもう。スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力は早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど汚れってこんなに。はい、人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。汚れまくっとんな。さあ、こちらへ。なるほど。何もできん。おせんぼ。おるんじゃねえ。こっちか。待っとかなあかん感じ。スカートなんか覗こうもとんけ無理なんかな。髪長いな、これ。こんな髪長い人おったら多分、相当これ髪の毛洗うの大変やで、これ。本来。こんなサラッサラ維持しようと思ったら多分これもう無理やで、多分。オッケー！開けんかい！消えてったな、スッて。天族便利やな。あ、よっ！あれ、動かれへん。あ、宝箱あるやん。え、なんか宝箱いっぱいあるやん。なに？アンバスタッフゲット。こいつ汚れてない、なんか。よし。アンバースタッフゲットしたからって装備しよっか。あれ？え、なんか、これつかな？あった。あ、術攻撃高っ！防御時の HP 回復プラス10。うわ、でかい。マインドガイザー。ダメージ受けるたび SC 回復プラス8。あ、でかいでかい、これでかい。攻撃力上がりすぎ、術攻撃力。これ絶対つけるべき、これ。ミクリオさん、でかいで。いきます。ほんと、綺麗な湖だな。レディレイク。レイクって湖です、確か、これ。ああ。だけど、この湖の美しさとは裏腹に、レディレイクの街は汚れてしまっている。うん。俺も汚れを感じるようになって実感した。ちょっとこのカメラワークちょっといやらしいな。このままじゃいけないよ。これカメラマン誰や。レイクだけではなく、世界は確実に包まれていっています。このように美しい景色であっても、天族の加護がないことをなんとなく感じるでしょう。うん。伊豆地ではずっとジージの加護を感じてた。なのにここでは何も。ライダー、僕たちに。ただレディレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。はい、お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。何すればいいか聞いてんかったな。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。なるほど。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む汚れの源泉とも言えます。元凶を倒せということやな。要は最下の剣士。何じゃそりゃ。最下の剣士。はい、私たちは古来より、まあ言ったらボスだよ。ボスやな。どの時代でも
多くの兵馬が跋扈する背景には跋扈異常に汚れを持ち、その汚れで兵馬を生み出す彩花の剣手が存在していたのですが、彩花の剣手は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの最悪をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曾有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その彩花の剣手っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけどそいつは一体どこにいるんだ。今は同志の使命を理解してくれればそれで十分ですわ。え？私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のないスレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのためにスレイさん、彩花の剣手が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだこの世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、その上で導き出した答えを持って彩花の剣手に相対してほしいのです。難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか、スレイが倒れる前にね。はい。見えてきましたね。お、また鍵かかったぞ。おない、なるほどね。まあ普通ですね。まあまあ、すごい難しいこと言ってましたけど、要はボス倒すと。ただそれだけですね。元凶がいると。まあ、ドラクエで言ったらオルゴデミーラとかデスタムアみたいなやつがおるということですね。世界中を旅したいなって思ってたけどさ、それがこんなにいろいろなこととつながってくのが、なんか不思議だけど、面白いよな。スレイほど世間知らずな同志なんて。きっと史上初だろうな。そっかな。ライラ、俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。俺以外の同志ってどんな人だったの？聞いてませんでした。ライラ。はい。何か隠してる？今日はいい天気になりそうですわね。どうやら話したくないらしい。理由は聞いてもいいのか？私は自らに制約をかけ、それを守ることで他の者にない特別な力を発揮できるようになったのです。なのでその制約にのっとって禁じていることがあるんです。ライラは喋っちゃいけないことがあるってわけ？特別な力とは浄化の力のことだろ。あ、蝶々ですわ。ごまかすの下手すぎ。別にいいじゃないか。それを知るためにも世界中を旅するんだと思えば。各地で同志の伝承を追えばわかることか。はい、全くその通りです。君の他にも浄化の力を操る天族はいるのかい？早く宿に戻らないとお腹減ったスレイさんが倒れちゃうんですよね、確か。帰りましょう。もしかしたらすでにすっかり冷めちゃってるかもしれませんわ。戻るとしよう。おりそうやな、まだ。あれは？ん？あれは？どういうこと？さっきなんか見つけたよな。これか。何やろ、何見せたんやさっき。
まあいいか。さて、やっていきます。戻ったな、同志殿。ありがとう。さあ、行くぞ。貸してくれよ。ああ、お腹いっぱい。いい食べっぷりだったよ。美味しかった。けど、本当にタダでいいの？まあ、いいとも。いいとも、いいとも。ありがとう、おじさん。同志殿、これ。アリーシャ殿下からのお届け物だよ。え、なんだろう。これは手紙と俺の剣と荷物と。お、あの服来たぞ。ちょうどいい。着替えなよ。君ちょっと匂うぞ。そうします。来たぞ、あの服。でん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 だから服やんこれ。へえ、どうかな。似合うよ、同志様。かっこいいな。かっこいいわ。かっこいい。かっこいい。レディーレイクに伝わる同志のいでたちですね。よくお似合いですわ。孫にも衣装って言うしね。素直に羨ましい。絶対言わ。で、スレイ、突然倒れて驚く。貴殿が私たちの目に見えぬ手湖の乙女の聖剣を抜いたとき、あの間私の胸はこれ以上ないほど高鳴った。そこで私の言葉はありがとうだ。やはり手がもう貴殿はどうして目が覚めたのなら、追伸、ほうほうほう、送った伝承の同志の衣装に。アリーシャさん、うん、じゃあ行ってち、まずはそれ。まあこれちょっと全部聞いてたら長くなるんで。また来てくれよな、同志殿。重要そうなとこ以外はもうセリフ、それじゃ流し読んでいこうと思います。流すというか、まあまあ、まあ俺のペースで読んでいこうと思います。しゃ、思ったより動きやすいな、この格好。アリシャの礼を言いに行こう。芸風だけど実用的に作られてるね。はい、旅にもうってつけの服ですわ。祭りが終わって町もちょっと落ち着いたな。代わりに同志が噂になってるね。同志、服装がめっちゃ変わったな。ブルノさん真面目な人だよ。ディスカバリー聖剣大聖堂を発見しました。お、入る。ガチャ。アリーシャどこだ。てか、アリシャどこおるんや、あいつ。アリシャここちゃうんかよ。お、宮殿の方に寄るんか、宮殿の方に。多分貴族街やな。ケミさん、疫病の街に行かされて本当なの？マジで。疫病の街、疫病ウイルスブラックダストやな。いよいよなんか本格的に冒険始まりそうな感じしますね。まだボスっていうボスもちゃんと倒したことないんでね。来た。どこだ。さあ、行くぞ。ラッ。あと個人的に移動速度がもうちょっと上がってほしいな。まだ足りんわ、移動速度が。え、行くぜ。これはどうしたの。どうしたの。アリーシャ様にご用で。ありがとう。テラス、テラスにおられました。スレイ、来てくれたのか。アリーシャ、同志の小族、まあ、彼氏と彼女みたいな感じだな。ありがとう。孫にも衣装だからな。しつこいな、ミクリ。事実でしょ。もしそうだって言っても信じられる。正直、それに出会ったと少し変わった人。まあ、ここにいるんだ、ミクリオってのが。これまでの無礼を許していただきたい、天族ミクリオ様。れ
別に無礼とは思ってないから。無礼だなんて思ってないって。そしてここにいるのがライラ、みんなが湖の乙女って呼んでる人。君は本当に、それに引き換え私はどうすることもできない。それは違いますわ。聞こえないって。スレイさん、あり、あ、見えろになるのこれもしかして。これでいい？聞こえてないみたいだよ。ではスレイさん、アリーシャさん、聞こえますか？ダメみたい。スレイさん、ね、アリーシャさん、聞こえる、女性の声が。本当に？アリーシャさん、私、万物への感謝の気持ち、決して天族をないがしろにしないで。大丈夫さ、アリーシャ。スレイ、もう一度。なんかもっといい方法ない？今のスレイさんではこれしかなさそうですわ。いずれはいけるようになるんか。スレイさんがもっと私の力に馴染み、器としても同志としてもこれほど知覚遮断する人。それじゃあ俺が同志として力をつけたら天族の声をみんなが聞くことができるのか？いえ、アリーシャさんはスレイさんほどではないですが、もともと才能があるから聞こえたのでしょう。そっか、そんな単純じゃないみたい。だが私でも言葉を交わせた。天族は間違いなく私たちと共にあることが分かった。それだけでドキドキする。伝承はおとぎ話じゃない。よし、アリーシャ、俺たちしばらく町にいるから、用があったら知らせて。それじゃあ。あ、ではまた。スレイさん、探検家の虫が騒いだのさ。慌てないで、遺跡は逃げないよ。え、よくわかった。抜け駆けはさせないって言ったろ。もう一度町を回ろう。わかった。おお、これで冒険始まりましたね。ちょっと一回なんかさっき越したのがいっぱい入ったんですけどね。まあとりあえず気にせずやっていきますか。これで大体イベントは多分終わったんで、改めてレディレクを探検しようか。武器屋とかかな。もうハテナとか行ってみるか一回。いよいよ冒険が幕を開ける感じかな。多分ここら辺からは多分もうボス戦が終わったりとかしない限りはイベントなかなか入らなかったりするんか。あ、これでイベント多いんだな、この。ん？バルトロ様の命で許可の君の王女。あ、こっちはあれか。あの、悪者おるところか。なるほどな。この先なんかありそうだけど、まあええか。まあまあ、イベントないんで、こっち行きますか。レディーレイクを見回って、探検します。星が多分あるはずやから、どっかに。あ、ありましたね、星。お、上や。オッケー、行くぜ。おやつぐり、アイスキャンディー。ペロペロキャンディー。お、ロゼ。エギュー。勇気なんかってランスを打ったことを後悔してるんだろ。あんないいナイフだもんね。おう、頼む、来てくれたナイフは返そう。どのやり受けますか。武器屋に荷下ろすの手伝う。水路の作業員に作業命令書届ける。宿の職人を調べて教える。これやな、武器屋。
よし、これで引き下げだぞ。俺の後ろにいるにを武器屋に届けてくれ。あまり時間がないから夜道なんてするなよ。オッケー、急いでくれよ。重い。荷物が重すぎ走り回ることは無理そうだ。え？あ、マジや。あそこ武器やったんや。くそー、遠い。まあまあ武器屋のこれ場所分かったんでね、これで。まあそれで武器屋選んだんですけど、あれで。でん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 。マジで遅いな。でも荷物持ってないもんな。荷物持ったらアクションぐらいしてくれよ。せめて。なんかもう、ダサい。とりあえずダサいな。てってれれーん。で、ミクリオしかおらへんし、後ろ。ライラー多分これ戦闘の時としては出てこないイベントとか。っていう役なんですかね。ミクリオは、天族は天族でもライラーは若干ちゃうもんな、普通の天族とは。これどうなるんですか、戦闘になったら。二人しかやっぱ出てこんのかな。ちょっとよくわかんないですね、その辺が。でもこれ1から4人よって書いてあったんで、多分4人パーティーだと思うんですけどね、一つのパーティーで。だから4人、は戦えるはずなんですけど。まあまだちょっとよくわかんないんですけど。レイフォル君ドラゴンっておとぎ話だよな。ドラゴン。僕オープニングドラゴンだからドラゴン出てくるよな、絶対。あら、武器屋行きたいんだ、早く。でも金ねえからな。あ、でも500ガルドあるんや、そういえば。ちょっとこの500ガルドちょっと武器買いたいな。武器大事やで。店主。よろしく。レディーファイ。おお、ちょっと重くて大変だったろう。え？あ、こっちね。はい、オッケー、ご苦労さんな。素材がなんて武具も作れないし、勝負上がったりだからな。お偉い方が通商権を制限してまったせいで、セキュレの反応の世話になりっぱなしだ。お！融合？あ、アップルグミとか売ってんのここ普通に。アンバーイヤリング。お、全然ちゃうわ。アンバーイヤリング、アンバーイヤリングで。アンバーサーク。セール中とかあるんや。サークレット。お、上がるな、普通に。試着。融合？同盟の装備を2つ掛け合わせることで能力強化されるだけでなく、スキルを強化したり入れ替えたりすることができます。融合と装備にセットされているスキルを入れ替えることで、任意のボーナススキルを発動する。おお、確かに結構同じ名前の武器多いんやって。俺と、おお、プラス1。え、めっちゃ上がるやん。でかいな、これ。安っ。おー、いいね。どんどん行ったらよくない、こんなん。絶対強なるやんな、これ。ナチュラルベスト持ちすぎ。えい、プラス2。あ、なるほど。無理や。ボイドリング。何これは。これも多分各自装備して、あー無理やな。あー余っとるな、バトルブーツ1個。これ別に OK かな。OK！ 試着しますか。ボイドリングのところにちゃうな。ナチュラル。アンバーサークか。あまま、ぶぶー、どうしようかな。プラス1上げてもだからもうええかな。オッケー、そのまま強そうなやつはいなかったんで、まあ、とりあえずこれでいきますか。融合とかできるんか、これ。おい、聞いたか？マーリンドは疫病だとよ。これであの古代のナイフ返してもらおう。バルトの様も姫さんをマーリンドにやるらしい。何？バルトのホモ6でもないやつやな。オッケー、助かったよ。ほらろぜ。はーい、愛してくれ。ありがと
オーケーのナイフを入手。オーケーのナイフ、これ何なん、オーケーのナイフって。アリーシャが持っていたと思われるナイフ、ハイランド王家の紋章が刻まれている。これだっか。改めてレディエイクを散策しよう。行ってないところで言えば、あとはレディレイク、あ、この外かな雰囲気。まあ、行きますか、ちょっと軽く。町から南西の橋が大水で流れたらしいぞ。てってってーん。まあ、これで武器屋の場所も分かったんで、まあ、次ぐらいからちょっと本格的に多分戦闘が多くなる。確か天意見聞録に。お。レディレイクの大通車。AP が一度増加しました。はい、ありがとうございます。AP は結構ね、多分いつか役立つんでね、これ、バトルアクト。まだ覚えてんけど、誰も。まあ、いずれって感じですね。お！よし！これでこの辺りの地形は掴んだっす。なんか仲間入りそうなやつやな。妙な奴がいる。亀の兵馬か。誰が亀兵馬っすか。おいらは亀人っすよ。亀人？結構ええキャラしたぞ。亀人は亀人っすよ。見てわかんないっすか。そうなんだ。ごめん、こんなのがいるとは。亀人を見るのは初めてっす。うん。誰やねん、お前これ。ブレー戦犯だけど、それはどう。当然っす。で、ある目的のため、地図。そういえば、天意見聞録の図。あんたら無謀すぎ。なんなら、オイラの地図を打つ。ありがとう。お。前通りっす。亀人から冒険の地図を購入しました。冒険の地図を手に入れるのより、ワールドマップ上に地形情報が記載された。亀人視点で描かれているので、本来とは異なっている部分もあるようですが、行ったことのない場所だっても大まかな位置が分かるようになります。おう、町のどこかにいる亀人から冒険地図を購入してみればいいでしょう。あ、なるほどな。亀人がどこおるやな、町の。ええキャラしょんな。地下水路か。怪しいね。一人戻ってこないか。敵おるな。これはダンジョンでしょ、地下水路、明らかにこれ。行くのか。行くでしょ、もちろん。そら行くかな。戻ってこない人が心配だ。スレイさん、俺取るでライナー、絶対スレイに。スレイさん、なんかあったらスレイさん。スレイさん、かん、街中。本当にスレイさんはどんどん力が馴染んでいって。そうなんだ。はい、どうしたる真の能力か。それってどういう能力。おう、すみません、何ですか。まあ、見ればだな。ということですね。言えないと。まず俺これセーブしようかな。死んだらまた最初からなる。ごっつい前からやらなあかんから、これセーブはほんまにね、これ、イベントとか見終わったとか定期的にしとかないとね、何度もそのイベントを飛ばせずに見る羽目になりますからね。セーブ大事やで、これ。あと残り。ああ、ちょっと時間ないな。まあもうここで終わりますか、じゃあ一旦。次この続き。ちょっと戦闘ゼロですけどね、最近もずっと。ほぼほぼムービー見てるだけなんですけど。まあまあ、このムービーのもね、一つのデイルズの魅力だと思うんでね。まあまあ、焦らずにゆっくりやっていきたいと思います。というわけで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。